山崎大輝がオタクっていう、なんかその自然と勝手にこうバイアスがかかっちゃうみたいなことってあったりとかすると思っていて、なんかそれが自分としてはなんかちょっともったいないというか、なんか音楽として聴いてほしいなっていうのがあったので、それをこう全面的に押し出していけたらいいなと、ちょっとわがままなあのソロプロジェクトなんですけど、そんな気持ちでやってます。ジョーダンフィリアはなんと10月25日に6枚目のシングル「ミニットス」が発売されます。メイシス・リリース・インフォメーション。俳優、歌手と大輝の内面世界拡充計画を着実に進行させているアーティスト大輝のニューシングルです。この終わりの始まりは熱い、そして切ない気持ちをしっかりと伝えたいラブソング。カップリングはファンキーなビートナンバー、形にとらわれない音楽を自由に表現するソロプロジェクト、眠りにつくまで付き合ってから誕生した2曲です。ゲストに大輝さんをお迎えします。はい、今回のゲスト大輝さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです、大輝さん。お久しぶりです。ありがとうございます。髪の色がかっこいい。ありがとうございます。本当に素敵な色でございます。ありがとうございます。4枚目のシングルですね、はい、発売ということでおめでとうございます。ありがとうございます。今回楽曲ができていった過程、それからどんな風に仕上がったのか、ちょっと教えていただけますか。はい、はい、そうですね、まあ、一番最初そのやっぱ楽曲をこうリリースしていくっていうことで、何曲作るかだったりとか、まあ、どういう感じのものを作っていくかとか、そういう話をしてた時に、僕がずっとあの憧れを持っているそのシドさんに楽曲をお願いするのなんてありなんでしょうかみたいな話になってきて、僕としてはこういきなりそれいいっすねみたいな感じはちょっとさすがにあのもう恐れ多くてとてもいけないので、でそれって可能なんですかみたいな、なんかそのなんかところから始まっていき、でだんだんこう現実味を帯びてきた2人で、やっぱ本当にやる一緒に作れるのであれば、そういうのをお願いさせていただきたいなということで、まあ、声かけをさせていただくという感じになりましたね。はい、じゃあ、あきさんと真央さんと、はい、お話をして曲を作っていくっていうような打ち合わせから入ったんですか。そうですね、あきさんとはリモートでの打ち合わせで、こう楽曲どういう感じにしていくかだったりとか、シドさんのこういうものを見て育ってきたんだみたいな、まあ、ちょっと本当に若干自分語りみたいになっちゃいがちでしたけど、僕好きな楽曲だったりとか、そういうのをちょっとお伝えさせていただいて、それを経て の楽曲どういうのを作っていくかっていう、まあ、打ち合わせみたいなのをさせていただきましたね。今回は割と普遍的な、まあ、バラードソングという形のように聞こえましたけど、はい、じゃあこれはお話の中でそういうふうになっていったっていうところですか。そうですね、なんか今回テーマとしてシングル、まあ、3曲入ってるんですけど、うん、その3曲全部ちょっと恋の物語じゃないけど、うん、まあ、ラブソングにしていきたいみたいな話を最初にあったので、はい、まあ、もうやっぱ僕の中ではシドといったらラブソングっていうのがありまして、なおかつ女性目線のラブソングっていうのが僕はすごい好きなので、うん、ぜひそういうのでお願いしたいんですよねっていうところから、はい、始まっていきました。割と距離詰めるのに時間かからなかったですね。いや、まあそうですね、楽曲としてはそうですね、はい、この後 MV なんかも出る予定ですか。そうですね、もう撮影の方を終えておりまして、うん、まあ、本当にこの「終わりの始まり」という曲に合ったMV が撮れたんじゃないかなというのを思いますね。ちょっとここがポイントですよなんて教えていただけるポイントがあるのであれば、はい、今の時点で。そうですね、でもやっぱりポイント本当になんかすごいなんか奇跡というか恵まれた撮影でして、ちょっと海みたいなところで撮ってはいるんですけど、はい、かなりこの霧がかってたんですよ、その天候の問題なのが、うん、でもちょっと目離すと「あれ誰々さんどこ行った?」みたいな、それぐらいこの霧濃くて、もう軍団で動いてないとはぐれそうになるぐらい霧が濃かったんですよ。でそんな霧濃かったりとかする、そのしかも赤さ型だったりとかっていうのは、なかなかこれ絵で収められたらかなり神秘的に映るんじゃないかなっていう感じがあって、まあ、僕もまだその実際出来上がったものを僕は見てる、まだ見てないので、はい、わかんないんですけど、かなり神秘的に映ってるんじゃないかなっていうのは見どころかもしれないですね。じゃあ自然現象も味方につけてですね。本当にそう思いました。大輝さんさすがですね。はい、ソロプロジェクト「眠りにつくまで付き合って」はい、眠つきというふうにね、はい、先ほど打ち合わせの中でおっしゃってましたけど、はい、どんな経緯でこう
生まれたものなんですか。そうですね、やっぱ今までこう大気という名義であのいろんな楽曲出させていただいて、うん、まだ曲も自分で一曲仕上げて出したこともないし、うん、より出したこともないしっていう段階で始めさせていただいたものなんですけど、まあ、そうやってこう活動をこう重ねていくうちにどんどんなんだろう自分の中でやりたい音楽だったりとか、うん、軸として持っておきたいものだったりとか、なんかそういうものがどん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 こう固まっていってですね、はい、表現したいものもどんどん固まっていって、でここは一回こう大気という今まで作り上げたものを一回ここで終止符を打って、新しくこの眠りにつくまで付き合ってに、もちろんこの大気で今までやってきた楽曲も含めてこう表現していけたらいいなっていうふうに最初に考え始めまして、まあ、立てさせていただきましたね、はい。このプロジェクトどんな風にこれからどんどんこう上がっていく、挑戦していく形になりそうですか。はい、そうですね、今それこそ現状で YouTube とかにもミュージックビデオだったりとか上げさせていただいてるんですけど、基本そういったそのネットだったりとかを使わせていただいて、より多くの人になんか僕の楽曲が届くようなこう手順を踏んでいけたらいいなっていうふうに思ってますね。俳優として山崎大輝としてこの活動もさせていただいたりとかしてるんで、ってなるとこう山崎大輝が歌ってるっていうなんかその自然と勝手にこうバイアスがかかっちゃうみたいなことってあったりとかすると思っていて、なんかそれが自分としてはなんかちょっともったいないというか、なんかこう音楽として聴いてほしいなっていうのがあったので、それをこう全面的に押し出していけたらいいなと、ちょっとわがままなソロプロジェクトなんですけど、そんな気持ちでやってます。まあ本当にあれですね、じゃあ大輝さんというよりもまずは音楽を味わってほしい、その作品はそこでこう完結をしているかなと思ってて、またこのライブとかっていうのはもうみんなともう楽しめたりとかすればもうそれでオールオッケーだと思ってるんで、ということでニューシングル10月19日リリースだったんです、はい、チェックの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これは明治のリリースインフォメーションの中で皆さんに最近お伺いしております、はい、もし大輝さん、はい、この仕事、はい、今の仕事をされてなかったら、はい、どんな仕事をされてるそんな青年だったでしょうか。はいはい、なんかそれなんかちょいちょい時々聞かれるんですよでそれで僕なんか前に写真集みたいなの出したことがあって、はい、その写真集でなんかもしも、うん、まさにそういう感じでもう違うことやってたみたいなとか、うん、なんかこう理想と現実をこう出したりとかしたんですけど、なんかそんな時にちょっと考えたことがあったんですけど、多分僕やっぱこう割と表に出ることが割と好きなんで、うん、ってなるとなんかあんま考えづらくて、はい、でも一つだけ考えられるとすると、多分僕ネットとかそういう一人でできるものめちゃくちゃ好きなんで、多分なんかこう機械関係とか、うん、そのなんかこうなんだろう、ちょっとデジ系についてた可能性はあるかなと思いますね。うん、そうですね、ご自身で大体のことやられちゃいますね。いやいや、絶対その全然そういうわけじゃないんですけど、はい、電子機器がお好きな大輝さん、最近なんか気になる家電であったりとかガジェットみたいなものが気になるものなんかありますか。あ、最近何があるかな。あ、でもなんかこう衣類をこう、はい、中に入れて自動的になんかこう洗浄っていうか、なんかそのするやつあるじゃないですか。ユニコって言うらしいね。あ、そうですそうそう、なんかあれがめちゃくちゃ気になりますけどね。本当ですか。もうあんなに手間が省けるものがあるんだったらいいなと思いますけど、なかなか値段するんで、そこに俺をかけてる場合じゃないっていう感じがありますね。もう一個クローゼット増えるみたいな。いや、ですよね。あれは、そうですよね。匂いも全部落としてくれる。そう。シワもなくなる。ねえ、ありますよね。これ気になりますね。割と生活感ある大輝さんっていう感じですか。そうですね。僕もっとちょこちょこってやる方かなと思いました。いや、全然欲しいんですけど、それで言うと、どんどん繋がってきて部屋が欲しいみたいなことに繋がってきちゃうんで、もう全然家電でもなくなっちゃうんで、ちょっと話変わってきちゃうなって。そうっすね。一回欲しいな。ということで今日は大輝さん来ていただきました。眠りにつくまで付き合って、はい、ソロプロジェクトでございます。皆さんチェックの方でよろしくお願いいたします。お願いします。それではこれをご覧になっている皆さんに向けて、はい、こちらの方お願いします。はい、今回終わりの始まり、そしてこれね、きっと水頂戴、もうどの楽曲もですね、本当に自信を持って皆さんにお届けしたいと思う楽曲が出来上がりました。よかったら皆さんの思い出の曲になると嬉しいなと思っておりますんで、ぜひ聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ループを閉じろ。神をハッキングせよ。科学アドベンチャーシリーズ最新作アノニマスコード、今日神はハッキングされる。ゲームアニメとの相性もバッチリ。前のシングル Like or Love 究極アンバランスもオリコンデイリー5位、ウィークリー8位と確実に成果を残してきた純情のアフィリア。25枚目のシングルリリースがついに決定しました。このリミットレスはシクラ・ジオマル手応え十分のアイドルポップス、まさに王道。ダメダメダメの極み。でもでも恋しちゃった。可愛さマジ刺さるわ。せーの、私たちは愛と勇気と魔法の乙女純情のアフィリアです。はい、純情のアフィリアはなんと10月25日に6枚目のシングルリミットレスが発売されます。はい、サビで大大大大大好きっていう歌詞があったり、うん、チョップチョップチョップってする部分があったり、みんなで楽しめる可愛い楽曲になってます。そして今皆さんに流れていると思うんですが、うん、とっても可愛いね、セットで、すごい楽しい気分撮影だったよね、なんか久しぶりに純情のアフィリアでなんかあんなにわちゃわちゃ確かに撮影ができたりとか、あとなんかメンバーの香りちゃんがですね、着ぐるみを着たりとかなんか初めて面白いことにいろいろ挑戦させていただいたので、もうとってもね、見たら見どころ満載、何回見ても飽きないと思います。見たら楽しくなれる PV なので、こちらもぜひいっぱい見てくれると嬉しいです。はい、純情アフィリア、リリーも開催中なので、ぜひホームページやツイッターなどをチェックして遊びに来てください。待ってます。待ってます。お送りしてきましたメイジスリリースインフォメーション、いかがだったでしょうか。今回のゲストは大輝さんをお迎えしました、かっこよかったです、はい。10月19日リリースのニューシングル終わりの始まり、初回生産限定版には48ページのフォトブックも入っております、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。
そして眠りにつくまで付き合ってというソロプロジェクトも始動ということで、目が離せないそんな感じがいたしました。ということでまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。お酒もいで片栗粉まぶせばイリュージョン。中火で片面約4分ずつ、川の方から逆よ。 I can't fly, you can't fly.